下地って肌の色を気にして選んでない？そんなことないくらー。下地はなりたい仕上がりで選んでみて。透明感が欲しいならラベンダー、うぶうぶな血色が欲しいならピュアピンク、トーンアップ&カバーなら白ベージュ。自分の肌の色に合わせるんじゃなくて、なりたい肌のイメージで選んでも全部ちゃんとしっくりくるでしょ。下地で好きな肌色に着替えてみて。